はいどうも、走れ多いチャンネルです。今日はですね、この前行われました向こう図の紅白戦の様子をお伝えしていきます。この試合は2番セカンドで出場しました。まず先発ピッチャー、相手のピッチャーがこのピッチャーです。この前も対戦しました、2ヶ月前ですね、2打数ノーヒットに抑えられてしまった、翔平さんという方と対決しました。この翔平さんはマックス137キロの投げる右ピッチャーで、今軟式でプレーをしている方です。今回はそのリベンジを果たせればいいかなと思っております。この前は2打席ノーヒットに終わってしまいました。では行きましょう。はい、まずは1打席目、ワンアウトランナーなしのケースですね。で、この、対戦では翔平さんはオールまっすぐで挑んできました。この前まっすぐで勝負したかったと言ってたんで、今回はまっすぐで、第1打席は全て勝負してきましたね。まずは初球打ってファール、ノーストライクワンボール、そして2球目、これもストレート、外に外れてボールです。これは結構速いボールが来ました。で、3球目ですね。カウントが1-1、ワンストライク、ワンボールからの3球目。これも少し高めに外れて、ワンストライク、ツーボール、バッティングカウントになっております。そして4球目です。4球目打ちに行きますが、ファール。これは、後ろにファールが飛びました。そして5球目、カウントは2ストライク、2ボール。これは外れて、フルカウントですね。2-3となりました。ここまで全てまっすぐだったんで、まっすぐをずっと待っていました。そして6球目、はい、これを打ち上げてしまって、ちょっと回転がかかってしまいましたね。レフトフライで風で戻されて、レフトの定位置外でした。これはボールを切ってしまいましたね。軟式特有のバッティングになってしまいました。はい、2打席目、2打席目は、先ほどオールまっすぐだったんで、多分そろそろ変化球を使ってくるかなという感じで打席に入っております。ここもランナーはいませんね。ランナーなしの状況です。まずは初球は、翔平さんの武器でもあり、ツーシームを空振ってワンストライク。そして2球目、これは外れてボールですね。カウントはワンストライクワンボール。はい、3球目、はい、ここで、スライダーが入って2ストライク1ボールですね。ここでバッターは自分は追い込まれてしまいました。そして4球目です。はい、4球目を引っ掛けてしまい、これはファーストゴロでしたね。2打席凡退となっています。はい、3打席目、そろそろ1本出したいケースですね。この時もランナーはなしだと思います。まずは初球、高めに、ボールだと思ったんですけど、判定ストライクということで、ワンストライクノーボールです。はい、2球目、これは高めに外れてワンストライクワンボール。ここまでは、まっすぐとツーシームですかね、2球投げてきました。3球目です。はい、これ、スライダーを打ってファールです。スライダーは結構手元でクッと曲がるボールでしたね。ツーストライクワンボール。4球目、はい、これも、切ってしまって、サードファールフライですね。なかなか取られることができません。はい、そして最後9回の裏、ワンアウトランナー二塁三塁、1対1の同点で、ここで打てばさよならというケースで回ってきました。そこで翔平さんの疲れてきたまっすぐを捉えます。はい、詰まりながらもライトオーバーということで、これで見事さよならいただきました。翔平さんもだいぶ9回やって疲れてたということで、だいぶ休息も落ちてたんで、しっかり打ててよかったですね。というわけで、今回は自分のチームが勝つことができました。次の向こう図は6月か7月に行われますので、たくさんの人と会えることをお待ちしております。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。ではアーリアス、アーリアス、とどまることを知らない、とどまることを知らない、チャンネル登録お願いします。